アルクアータ・デルトロントは、イタリア共和国マルケ州、アスコリピチェの県にある人口約1100人の基礎自治体。2016年8月のイタリア中部地震では大きな被害を出した地域で、特にペスカーラ・デルトロント集落では壊滅的な被害となった。アルクアータに対して、アルカータなどの天気も見られる。アスコリピチェの県外略図アルクアータ・デルトロントの地図。 アスコリピチェーノ県西端のコムーネ。アルタバーンレデルトロントの盆地に位置する。アルクアータの集落は、アマトリーチェから北へ約1 6トルノルチャから東へ約1 6トル県とアスコリピチェーノから西南西へ約2 5トル州とアンコーナから南へ約9 6トルの距離にある。長域は西に、ウンブリア州、南に、 ダツヨ州と境界を接する。なお、長域南端の山中で、テーラモ県ともわずかに接している。隣接するコムーネは、以下の通り。PG は、ペルージャ県、RI は、リエーティ県、では、テーラモ県所属。トロント川は、古代からリエーティとアスコリピチェーノを結んできた、サラリア街道以来、アペニン山脈越えの重要な交通路であり、南に、 アック森を経てアマトリーチェ、東へアックアサンタテルメを経て、アスコリピチェーノに至る国道が走る。また、西のノルチャにも国道が通じている。長域を南から東へとロント川が流れる。アルクアータの城塞。都市の古代の歴史は、はっきりしない。一部の学者は、ポイティンガーズにおいて、サビニジニアピケニニンの領域の中央に見られる。 セルピカナームをこの町に否定しているが、はっきりとしたことはわからない。ローマ人によって、サラリア街道の宿駅として建設されたとする説も、ある。アルクアータの名が初めて文献に記載されるのは6世紀のことで、当地にあった要塞に言及されている。1255年、アスコリピチェーノによって征服され、14世紀後半まで、その支配下にあった。 1397年には、アスコリとノルチャとの間の戦争において、アルクアータは、ノルチャ軍と、アスコリから来たギベリンが寄った画像であった。ナポリ城を序盤な二世は、1420年から1435年にかけて、アルクアータに居住した。前日の、両都市がこの土地を争った後、アルクアータは、強行領の一部となった。1849年。 ローマ共和国で敗れたジュゼッペガリバルディは、当地に身を寄せている。2016年8月24日、未明、ノルチャ付近を震源とする地震が発生。長域に含まれる、分離集落ペスカーラデルトロンとは、人口約130人の集落であったが、集落の家々がほぼすべて倒壊して死者が出た。アマトリーチェ、アックー森と共に、この地震において特に被害が、 大きい場所の一つである。アルクアータデルトロントには以下の分離集落がある。ありがとうございます。